べて痩せるおやつトップ3お伝えしていきます。このチャンネルでは腸活を通じてあなたが健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録をしていただきますととっても嬉しいです。また詳細欄の LINE のリンクから痩せる4つのプレゼントを無料で差し上げておりますので、ぜひご登録くださいね。それでは早速本題に入ってまいりましょう。では1つ目の項目です。なぜこのおやつを食べると痩せることができるのかという、その痩せるポイントについてお伝えしていきます。私はこの腸活チャンネルを通じてこのおやつシリーズかなり動画をねアップしてるんですけども、もうどれも共通する項目です。ポイントが2つあります。1つ目、腸内環境を整える材料を使っているおやつだからなんですよ。もうどうしてもね、おやつってダイエット中でも食べたいなって思うじゃないですか。もうそのお気持ちよくわかるんです。その時にやっぱりその欲に任せてですね、あなたのその食べたいっていう先に手が伸びたのが、例えば甘いケーキだったり、まあ、コンビニスイーツとか、もう添加物たっぷりのですね、まあ、油菓子とかですね、そういったものを召し上がってしまうと、せっかくのダイエットが無駄になってしまいますよね。その時にそのどうしても食べたいってなった時の置き換えるおやつとしても最適なものを選んでいますから、ぜひ最後まで楽しみにご覧くださいね。もうどれも美味しいんですよ。でその時にですね、腸内環境を整えながらそのおやつ食べれてますかっていうことなんです。おやつを作ってる材料が腸内環境を整える力がありますかっていうのが痩せるポイントになるんですよ。なぜかというと、あなたの腸内環境が良ければ、どういう環境かというと、善玉菌と呼ばれるその痩せ菌ですよね、たちの種類が多くって元気いっぱいで、いつでもねあなたの腸内でもめちゃくちゃ働いてくれている、しかも消えずにそのままいつまでも暮らしてくれる、もうここ気持ちいいって、もうこの部屋最高みたいな感じの環境をやっぱり作ってあげる必要があるんですよね。そうすればあなたは根本的に痩せ体質へと生まれ変わることができるんです。逆に例えばデブ菌と呼ばれる悪玉菌たちが好むようなおやつ、先ほどお伝えした甘いものとか小麦粉製品とかですね、あとはその脂っこい酸化した揚げ物の、まあ、おつまみ系とか、ああいったものを召し上がってしまうと、もうデブ菌たちがもう喜ぶ喜ぶですよ。やったーって、俺たちまた増えるぜみたいな感じで、もうどんどん繁殖していくわけですよね。そうすると、まあ、過去の私もそうだったんですけども、もう腸内がもうドブみたいな、もう汚い状態になって腐っていくわけですよね。そうするともうどんどん太りますし、まあ、そもそもお体も壊しますから、そういった状態を作らないためにも善玉菌、痩せ菌たちが喜ぶものをおやつとしても取ってあげちゃいましょうよということになります。では2つ目です。無添加であること、ここすごく大事なんですよ。添加物たっぷりのおやつがほとんどです。普通市販に売ってあるものっていうのはやはり日持ちもしないといけませんし、美味しくさせないといけないんで、いっぱいそのまやかしのね添加物が入ってるわけです。これを食べることで大したいい材料を使ってなくても、なんか美味しいなって思うようにやっぱり作る工夫をしてるわけですよね。そこに騙されてはいけません。なので添加物はなしの無添加のもの、どういうことかというと、化学調味料や香料、人工甘味料、合成着色料などなどが無添加であるおやつを選ぶのがとっても大切になってきます。そうすることで腸に負担をかけないで済むんですね。添加物たっぷりのものを召し上がってしまうと、腸がもう疲れてしまうんです。消化吸収にふっふってもうゼハゼハですよね。もう走りっぱなしみたいな感じで、いよいよ動かなくなってしまうと太ります。なのでこういった負担をかけないためにも無添加のおやつを選びましょう。では2つ目の項目です。何をということで、今回の痩せるおやつのポイントは無添加であることなんですね。
では先生って、じゃあ原材料名見てどんなものが逆に取っちゃいけないんですかって、よくわかりませんってご質問も多いので、これは大丈夫ですか、あれは大丈夫ですかってご質問も多いので、ご自身でその見極める目、力をつけていただきたくって今回ご準備しました。覚えていきましょうね。まずは原材料名を見ていただいて、調味料カッコアミノ酸などと書いてあるのが化学調味料のことですから、選ばないようにしましょうね。これはグルタミン酸ナトリウムです。これを取ってしまわれますと、腸や肝臓などに結果負担をかけてしまって、先ほどお伝えした通りになりますから気をつけていきましょうね。では次です。人工甘味料も入っていないものを選びましょうね。よく陥りがちなのが、ダイエット中の方はカロリーを気にされますので、でもやっぱり甘いものが食べたい、そうだって糖質ゼロ、ノンシュガー、カロリーオフだったらいいよねと思って選んでる方がほとんどだと思うんですが、それは間違いですよ。そのようなものを召し上がってしまうと、あなたは味覚がおかしくなって、もうますます甘いものがやめられない、止まらないになってしまうので気をつけてくださいね。なのでそういったものを取ってしまうと、どんどん食欲が増してしまって、もう暴走みたいになりますから、気をつけていきましょう。ではどういうものが良くないのかということで、今からあなたがおやつを買うときに、購入されるときに、原材料名にこういったものが入っていないかチェックしていきましょうね。まず合成甘味料です。アスパルテーム、アセスルファム系、スクラロース、ネオテーム、サッカリンは避けましょう。では次は糖アルコールの部類になります。キシリトール、マルチトール、ソルビトール、エリスリトールになります。あとはその他の部類になりますけれども、加糖ブドウ糖、液糖、加糖液糖、異性加糖ということで、こちらもダイエット向けではありませんので控えましょう。そして補足なんですけれども、よくお菓子にありがちなのが、こちらトランス脂肪酸を含んでいるものです。例えば油菓子であったり、小麦系を使った焼き菓子系が特に多く含まれておりますから、チェックしてくださいね。トランス脂肪酸とはね、わざわざ書いてませんよ。これは別名、食べるプラスチックと呼ばれるくらい、とてもお体に良くないものですし、太ってしまいます。もう腸や肝臓がもうどんどん疲れていってしまいますから、気をつけましょうね。ではどんな材料にこのトランス脂肪酸が含まれているのかと言いますと、マーガリン、ショートニング、ファットスプレッド、あとは油系であれば植物性油脂、植物性食用油脂、加工油脂、また食用生成加工油脂、加工油、加工脂となります。ではお待たせいたしました。いよいよ3つ目の項目、どのようにということで、今回どのようにこのおやつを食べればよいのかということで、ランキング形式トップ3お伝えしていきます。ではまず第3位はこちらです。じゃん、北海道十勝産の小豆の甘納豆になります。今回のおやつはすべてカルディさんで選んでまいりました。もしかしたらあなたもこちらのおやつ見かけたことあるのではないでしょうか。ちょっと早速開けてみたいと思います。私カルディさん大好きなんですね。もう本当にね、いろいろこの見てるだけで楽しいなって思うんですよ。あなたはいかがですか。もう、あ、こんなのもある、あんなのもあるってね、楽しいですよね。でこちらは北海道十勝産の小豆と北海道産の天才糖を使用した甘納豆です。優しい甘さと十勝産の小豆の風味をお楽しみいただけますということで、原材料名は小豆北海道十勝産、天才糖天才北海道産と還元水飴が最後に入っている商品になります。甘い小豆の香りがします。ぜんざいのね、あの香りいいですよね。私小豆製品大好きなんですけれども、ちょっと失礼します。小豆ですからもう小粒ですよね、ちっちゃいです。ではいただきます。あ、ほんと甘さ控えめですね。よく甘い甘納豆ってあると思うんですけれども、そういったのではないのと、あとやはり小豆ですからすごくね、ダイエット効果が高い食材なんですよ。ちょっと小豆の効果をお伝えしていきますね。まず小豆というのはね、食物繊維が豊富なんです。ということはあなたの腸内にいる痩せ菌たちの餌となりますし、また太るもと血糖値のその急上昇を抑えてくれる効果が食物繊維がありますから、そういった点でも
丸ですよね。またそのことで便秘改善にもなりますが、デトックスで痩せます。そしてその太るもと炭水化物糖質ですねの代謝をアップさせてくれますから、どんどん結果脂肪の蓄積を抑えてくれる効果があります。またカリウムが豊富なのでむくみ改善ですよね。見た目もキュッと絞っていきたいと思います。そのためにはこの小豆の効果を使うのが一番です。でただしやはりこちらもですね、カロリーが1袋 93g 入ってるんですけれども 312kcal あるので、これを一気に1袋なんて食べちゃダメですよね。もちろんお若いですよね。もう大体そうですね、この量でしたら5、6回ぐらいに分けて召し上がっていただければなと思います。では続いて第2位はこちらです。はい、小麦不使用の国産のお魚を使ったお魚チップス、あおさ味になります。こちらはですね、国産のそのお魚とバレーショデンプ、そしてアオサの粉末と昆布だしなどを選び抜いたこだわりの原材料を使用しています。素材そのものの味を生かして丹精込めて作り上げましたということで、原材料名見ていきましょうね。こちらはお魚のすり身かっこ国産ですね、砂糖、あとバレーショ澱粉と食用の菜種油、お砂糖、青さ、食塩と、お魚の粉末、あとはお醤油、昆布だし、かつおだしでできています。でこちらは私がこのおやつにポイント、その着目点ですね、どこに注目したかと言いますと、この青さ味、青さ、要は海藻なんです。この青さは、海藻なので、その全体のもう食物繊維が4割占めているんですよね。そのことであなたの便秘も改善してデトックスにもなります。腸の大掃除ですよね。そして太るもと糖質の吸収をその結果抑えてくれて、その結果脂肪の蓄積を抑えることができます。でまたビタミン系、そしてカルシウムがとっても豊富なので、とにかく健康的で綺麗に痩せるためにはこういった海藻の力も借りるのがポイントになってきます。ではちょっと開けてみましょうね。楽しみですね。はい、と失礼します。さあどうでしょうか。うわ、磯の香りがすごいです。あー、かわいい。こんな形ですよ。こんなちっちゃい。いただきます。これはですね、やめられない、止まらないですね。これ気をつけないと1袋ペロッといっちゃいますが、1袋 40g あたり 217kcal あるんですね。タンパク質が 4.2g、 脂質が 12.8g、 そして炭水化物が 21.2g ということで、若干カロリー高めですから気をつけていきましょう。食べ過ぎ注意です。その代わり材料が良いですし、腸内環境も整えますから、そうですね、せめて 2、3 回に分けて召し上がられるとカロリー的にもオーバーではないと思います。では堂々の第1位はこちらです。はい、愛媛県産のカタクチイワシを使用した食べる小魚になります。化学調味料不使用と、ね、これきちんと書いてくださってます。でこのおやつがなぜ1位かと言いますと、見てください、原材料名がたった一つだけです。カタクチイワシ愛媛県産、これだけなんですね。素晴らしいです。でこちらはですね、新鮮な愛媛県産のカタクチイワシを食塩無添加で仕上げました。しっとりとした食感で、噛めば噛むほど素材本来の旨味がにじみ出てきます。にじみ出るそうですよ。ちょうど食べてみたいと思います。やはりですね、もう私のモットーはもうなるべく手を加えていない、その食材のまんま召し上がっていただきたいっていうね、これがやっぱりですね、
ダイエットに一番ですし、腸にも負担をかけないなって思ってるんですね。でこういったおやつというのはお子様たちとかですね、ご家族皆様安心して食べれると思うんです。なので私高校3年生の一人娘がいるんですけども、その彼女のですね、学校に持って行かせるためのおやつは私こういったのをね入れるんですよ。タッパーとかにこういうのね入れたりとか、豆入れたりとか娘のお友達が何それって美味しいのってね、多分普通のご家庭なかなかこういうおやつないと思うんですけれど、娘がですね、うん美味しいよって食べてみるとか言ってね、お友達に食べさせてあげたら、え何これ美味しいって食べてたよママとか言ってね報告してくれるんですけどね。なのであなたも、あなたご自身もそうですし、大切なお子様やご家族のためにもこういったね、体に良くて痩せるおやつを食べさせて差し上げていただきたいなと思います。うわーもうこれねすごくいい香りですよ。全然そのお魚のなんていう独特のこう臭み苦手な方でもこれいけると思います。じゃんこんな形ですね。いただきます。にじめ出てきましたよ、旨味が。噛めば噛むほど、私すごくよく噛むんですね。一生懸命噛んで早くお話ししないとと思って今頑張ってますけど、普段もっと噛みます。よく噛むってとっても大事なんですね。よく噛むことで満腹中枢が刺激されて食欲を抑えることができますし、あなんかもう満足だなって思いますから、早食いはやはり太ってしまいますから気をつけてくださいね。でこのイワシなんですけれども、なぜダイエット向きなのかというと、 EPA DHA という良質の痩せる油が入ってるんですね。これが腸内環境を整えるために必要なオイルになります。でまた良質なタンパク質なんですね。消化のいい良質のタンパク質は負担をかけませんから、丸でまた痩せるためにはタンパク質が必要なんですよ。なぜかというと臓器を作る元だからなんです。そして中性脂肪も抑えてくれる効果もありますし、なんといってもこれカルシウムですよね。もうカルシウムの塊、なんとですね 100g あたり 3300mg も入ってます。すごいですね、もう桁違いです。なので普段召し上がる時になんか口寂しいなって食べたいなってなると思うんですよ。ダイエットしてたらもうそりゃそうです、頑張ってますもん。その時にですね、その誘惑に負けて、しまった気づいたらチョコレート一袋食べてた先生とかね、もう我慢ができないんですって、ついついアミノ酸か調味料かっこアミノ酸などってあいたのがね入ってるってこう気づかずに食べちゃってましたとかね、それはね太ってしまいますから、その代わりに今お伝えしたような腸活メニューのおやつを美味しく召し上がっていただくといいんです。でまた食べるポイントがあります。間食で食べないことです。もうどうしても食べたい、こういうのが食べたいという時はもう食事の一部としてお食事の時間に一緒に食べちゃう。そうすればそのデブホルモンと呼ばれるインスリンの分泌の回数を減らすことができますから、あなたはちょこちょこ口に運ぶよりも食べる時は食べる、食べない、このしっかりと分けた方が痩せやすくなりますから、ぜひ取り組んでみてくださいね。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。